皆さんこんにちは。今回は意味を知ったら面白いその2です。その2が出ましたね。はい、はい、どうぞ。前回はスタンダードの話をしましたので、今回はラテンの話をしましょう。はい、最初はなぜボールからという話です。フットワークの話ですね。はい、ルンバやチャチャのね。ルンバやチャチャを習っていて、初心者はよく、うん、昼から出ないでとかね、注意されますよね。うん、はいはいはい、それはボールから出ますよって。だから、だけど昼からこうなんか出たくなるんですよね。うんうん、でもなぜダメなのかっていうと、うん、それは踊りの特性が失われるからなんですね。うん、つまり、ワルツにはワルツの踊りの特性があるように、ルンバやチャチャにもそれの特性があるわけです。じゃあどうしてルンバやチャチャでボールから出るようになったのだろうかという話なんです。実はですね、アメリカの、人でシャーリー・アイムさんという方がいます。これはあのサンバの本なんですけどね、あのこれのルンバの本に、このように書いています。ルンバという踊りは、音取りの歩く姿、そして面取りが、音取りが面取りを追いかけているところから発生した。うん、で、今もそういう世俗的なアクションのいくつかが残っているわけですね。残っていますと書いてます。で、ルンバでボールからステップするのは、裸足だった奴隷たちがサトウキビ畑を歩くときに、サトウキビ畑ってこう切った切り口があの鋭いので、あの踏まないようにまず体重をかけずにゆっくり足を出して、鋭い切り口のサトウキビが地面にないかどうかを確認しながら歩いたからだ。またステップがゆっくりしているのはゴキブリを踏みつぶす動作からも来ていますし、肩や頭を静かにしておくのは重いものを頭に乗せてバランスを保っていた奴隷時代の名残ですと書いています。で、面白いよね。だからそのなぜって言った時にはこのサトウキビ畑の奴隷の話をしてもいいですし、そういうものが頭に残ってると、あ、そっか、そういうふうに気をつけながらステップする気持ちでいいんだとなれば、ルンバやチャチャが綺麗になっていくかもしれません。で、皆さん、実はこれはそのルンバの本は前に働いていた会社で買った時に読んだんですね。ところが会社を辞めてその本探したんですけども、全然手に入らないんです。これサンバの本なんです。確かパソの本も持ってるんですけど、どなたかこれのルンバの本を持っていたら譲ってください、もしくはコピーさせてください、ご連絡をお待ちしておりますというのが第1話。その次、これはちょっと内輪の会議でカットされたのでいきませんけども3番です。ボタフォーゴっていうステップ習いましたね。はい、ちょっとボタフォーゴのステップやってみて、手で1、2、2、2、そうだね、ボタフォーゴです。で、このボタフォーゴっていうのは、何から来てるかっていうと、ブラジルのボタフォーゴ1、うん、海のね1の形に似ているところから付けられた、うん、というふうに書いてあります。どこに書いてあるか。これじゃないの？それはね、そこじゃない。これに書いたんです。あ、忙しい、ね。はい。忙しいね。はい、地図も載せますね。これがボタフォゴの湾ですよ。この地図を見て、どこが似てるのっていうふうに思われるかもしれませんが、まあ、それはもう私責任持てません。これに書いてあるので。そう。そういうふうに名前が付けられたから、付けられたということですね。仕方ありませんね。はいはい、で、あの地図を見ていただくと、湾の下には歌にも出てくる。コパカバーナ。これなかなか言えない。2回続けて言えない。はい、1回でいいですよ。はい。それから、イパネマのおじさんだっけ？娘。あ、イパネマの娘でしたね。はい、歌にありますね。っていうイパネマもありますね。ありますね。行ってみたいですね。はい、ね、はい、このようにステップの意味を知ったりすると踊るのが一層楽しくなる、そんな風に思いませんか？はい、ということで、はい、ハッピーダンシング。